大丈夫じゃない。痛っ。あー、初めて眼球触ったの。ふざけんなよ。湿ってるね。いや、てか電車じゃなかったの？喉渇いたからさ、隣の駅で降りた。それでその謎のジュース買ったんだ。そうそう、これね、すごい美味しいよ。見たことないでしょ。このジュースでかくない？やっぱでかいよね。重かったもん。そりゃ重いよ、2本持ってたら。それカッツンにあげる。あ、俺の？遅れた埋め合わせ。これ買わなかったら遅れなかったんじゃないの？原因でもあり結果でもあるんだね、このジュース。複雑に言わなくていいよ。飲めば？よいしょ。別に見ても面白くないよ。美味しい？いや、これから飲むから。どう。ああ、なるほどね。酸味が、少なめで、果汁感もかといって強いわけでもなく。何取ってんの？許可取れ。あ、そうだ、借りてたの返す。何？あ、ちょっと待って。俺今日手ぶらだよ。手で持って歩けばいいじゃん。いや無理。ちょっと待って、ちょっと待って。もう最悪。ごめん。おい。手伝えよ。おい。また起きてんの。おい。こないださ言ってたやつ、やっぱりキャベゴンじゃなくてキャベコン。ほら、だから言ってるでしょ。キャベゴンだったらさ、怪獣みたいじゃん。考えてることは口に出さずに、その先の言葉だけ不意に口をつく。だからあの人さ、いつもあそこにいるんだよ。毎日あ、月曜だけいない。必ず月曜日が休みなの。水曜の時も
お店じゃんそれ。お店みたいだね。週休一日制だね。結構働き者だね。そう考えるときついよな。店舗登録は済んでんの？え？店舗登録あの人。問い合わせてみる？どこに？厚生労働省。てかさ、革ジャン着る人がやる音楽じゃないよねあれ。え、そう？だってさ、ほら見て、靴もさ、あんなでっかいブーツ履いてさ、あとほら指、あんなゴッテゴテの指輪してさ、あれどう考えてもパンクとかやる人のやつでしょ。二重人格なんだよ。二重人格？フォークっぽい大穴人格とパンクみたいな激しい人格がせめぎ合ってるんだよ。そう考えると今はフォークの方が押してるな。歌はフォークっぽいし。パンクの方が押してるよ。なんでフォークの方が押してんじゃん。バカ違うよ。何が違うんだよ。あの歌い方見て、たまにすごいがなり立ててるじゃん。いやでも曲自体はパンクじゃないから。フォークの起源知ってる？え、もともとは既存の社会を破壊する音楽だったんだよ。そうなの？そうだよ、反社会性音楽。パンクじゃん。じゃあ長渕剛は知ってる？あのムキムキの人でしょ。もともとはもやしみたいに細っこかったんだよ。いやそれはない。本当だって。それは無理がある。信じらんない。気持ちはわかるよ、私もそうだった。何があったんだよ長渕に。今では反社会性の塊だもんね。見た目はな。それがフォークの力だよ。フォークの力によってムキムキになったって言いたいの？そう考えないとつじつま合わないでしょ。そんなことないだろ。あの人も今フォークの力で飲み込まれつつあるんだよ。あ、子供が近づいてく。やばいやばい。あ、なんか話してる。あれ殺されちゃうんじゃない？だってさ、今フォークの力に飲み込まれつつあるでしょ。やめて。反社会性人間だ。やめろ。ボヤ。やめろ、逃げて逃げて。いや武器出そうとしてる。社会のはみ出し者ですから。あ、ちょこちょ、やば、聞こえたかな。聞こえてないでしょ。どうする。すいません。え、子供が迷子になったみたいで、お母さんと一緒に来たみたいなんですけど、見てないですかね。あ、いや、私たちもさっき来たばっかなんで。あ、そうなんですね。いないみたい。あ、いくつ？4歳。年長さん？星組か、すごいね。カニ組が良かった。カニさん好きなの？エビの方が好き。迷子なんですけど、4歳ぐらいの男の子探してるお母さんとかこちら来てないですかね。ちょっと確認してみますか。お願いします。大丈夫？すいません、ちょっと関係が汚いと思いますけど。せいやお母さんですか？すいません。よかった。聖夜くん迷子になってて、私たち一緒にお母さん探してたんです。ありがとうございます。ほら、お礼言いなさい。お前ら付き合ってんのか？え何言ってんのよ。もう聞くよ。どうもすみません。バイバイ。
見つかったって言ってきた方がいいかな。ああ、いいんじゃない？そっか。てかカッツン緊張してたでしょ。え？あの子に。子供苦手なんだよね。可愛いじゃん。うん。でもそういうところもカッツンっぽいよね。マジでドラマ脚本さすが燃えてるやん。すげえな、頑張ってよ。ちょっとギャラなの。いやいや、まあ、いきなりなんだよ。安いんだよ。いや安いわけないやんな。マジでマジで今日は無償さんね、財布捨てようぜ。マジでお前が誘ってきたんだろう。絶対お前らの稼いでる。いやいや、そんなことないって。あのね、所詮俺らはサラリーマンだよ。いや、まあ、水商売やん。いや、とあれ一緒。いや、サラリーマンが一番いいよ、マジで。いやいや、クソブラックやで、ね、もう絶対無償芝居てんだわ。ねえ、それいつも言ってっから、ね、いやいや、明日はマジやる。これジャブ2発入れるやん。あいつはやから、ちょっと残ったかわからんみたいになってるところを右ストレートガーって入れたら青先にもう見えてんねん。もう未来が、そう未来が、でその先の首になるとこまでもう見えてる。未来暗っ。違う違う、で首になってからの起業して成功するとこまで見えてる。いやもうさ、未来明るいじゃん。何何の会社あんの。いやそれはもちろんあのあれじゃないですか、あの何がよ。クソだなぁ。クソってなんすか。じゃあ、じゃあ、みんなで考えよう。いや、なんで一緒に俺やったか。お前さ、脚本やってるからさ、俺は知ってるやろ。あ、そうですよ。俺の良さを生かした AI アイディアちょうだい。いや、そういうこと。うん。何何 ?OK。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 早い、さすが。じゃあ、お疲れ様。OK、これは、あ、じゃあ、加藤さん。いや、タイミング悪い。なんか。お久しぶりです。おー。何する？じゃあ俺ビールで。私モスコミール。いやお前女子みたいなもん頼むやん。女子だよ、殺す。怖っ、お前捕まんねえぞ先輩殺したら。先輩じゃなくても捕まんだろ。え、何の話してる。だから会社起こすの。会社。いやいや、そうじゃなくて、加藤ドラマの脚本書くんだって。マジっすか。売れてんな。キャラリアクション一緒だな。キャラ被るから一人帰って。どこは被ってんすか。マジですごくないですか。いや大変なことばっかだよ、プロデューサー無茶ばっか言うしさ。いやもうそんなぶん殴ってやればいいけど。マジで同じこと言ってるから。俺に寄せてくな。え、どんなんすか。いやまあ別に普通の。普通。え、なんすか普通って。恋愛もんだよな。まあ、恋愛ものっすか。そうそう、なんか結ばれない二人が。結ばれないっすか。うん、なんか好きな子には好きな男がいるんだよな。絶
ない系だ。泣いちゃうやつだ。なんすかその雑な説明。シンプルに言えばそういうことでしょ。じゃあ加藤さんの恋愛観詳しく聞かせていただいてもよろしいでしょうか。聞いとくかとりあえずな。うるせえよもう。ちょダーツやるよダーツ。いやいや待ってくださいよ。でもさあ罰ゲーム追いつけ早く。まあもうできるよ。いや当たり前よ。いやだってどうせあなた負けるでしょ。アホかお前今日はちゃうぞ。大丈夫。別に何が？ちょっと俺がやらしてや。うえ。あいもうちょい。結構結構いいとこ入ってる。悪くはない。悪くはない。悪くはない。遊び行こうって言ってるんですけど、なんか遊園地的な。あ、じゃあ遊園地、はい、それはそうよ。加藤さんも一緒に行きましょうよ。おお。え、加藤さん絶叫マシンとか怖い人ですか？怖いかも。え、怖いんですか？めっちゃビビるなんだよ俺。なんか可愛い。あ、じゃあ別のとこにします。え、だって遊園地に行きたいんじゃないの。いや、あ、別にどこでもいいですよ。楽しいじゃないですか久しぶりにみんなで。あ、はい。ほんのりかけ考えておいてくださいね。はい。おう、じゃあ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 、はい。誰の？もらわないです。あ、あ、あれ。あ、もう行くよ。あ、あれ。うん。起きろ、おい。ごめん、起こした。あ、ちょ、俺もう行くわ。うん。あ、和田。はい、和田ちゃん。あ、もういらっしゃい。はい、はい。いいよね、貸しといて。俺、今日なんもないから。うん。あ、そう？うん。じゃあ俺行くわ。うん。あ、そうそう、なんか遊びに誘われたでしょ、あの咲子ちゃん。あ、なんか遊園地行こうみたいな。いや、あれさ、そのノリでさ、そういう話しただけだからね。うん、うん。よいしょ。またね。何やね、行こうよ。今起きてんだかよ。あ、ちょ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 、ふんだふんだふんだ。行くよ、俺も。いや、話途中が。いや、カート忙しいから、ね。なぁ、ね。女できたんか、お前。できてねえわ。まあ、できるわけないか。
てか知らないおっさんがかぶったヘルメットよくかぶれんな。危ないからね。気をつけろよ。おう。おい大丈夫？危なくない？これ使えば登れそう。どれ？ツルツルしたもん足場にすんなよ。あ、でもいける。いける？いけるいける。あれ、あ、おい無理すんなって。降りれる？気をつけろって言ったじゃん。呪いかけた？そんな能力ねえよ。なかったっけ？ちょっ、まあまあ血出てるね。ティッシュ。なんだ汚い汚い汚い今汚いって言ったよ。この汚いじゃねえか。こっちは怪我人だぞ。なんだ。なんてか喉乾いた。どっか入ろっか。で、悩みってなんだ？いや、俺呼ばれた側だ。そうか。そうかじゃないから。いやいや。じゃ。まあまあそう気を落とさずに。いや落ち込んでないよ。やめて。なえ、いやいや全然合わない。では乾杯。うるせえ。
ドラマどう？今書いてるよ。どうなの？まあなんか恋愛もの。恋愛もの？恋愛意外。そう？恋愛とかそういうイメージなかった。いや結構得意だよ。いや書くのが。ちゃんかとって恋愛とかするの？そりゃするだろ。いや結構愛情深いからね、こう見えて。それはわかる。だろ？優しいもんね。そう？で、どういう話？まあ主人公の男がさ、うん、好きな子ができるんだけどさ、うん、好きなことをその子には伝えられないっていう話。なんで伝えられないの？なんで？うん、なんで？そのことは恋愛関係より前に友達としての関係が先にあって、恋愛関係に一歩踏み出すことでその関係を壊しちゃうからで。でもその男はそれでいいと思ってるのよ。それは自分とその子との間には自分たち二人でしか生まれない関係とか感情があるからだって思ってて、それがあるだけでもこの関係を肯定したいし、自分は幸せだって信じてるから。っていうような話。面白そうじゃん。あ、そう？本当？そういうの分かる気がする。早く見たいでしょ？ありがとうございます。まあ、登場人物が多くなってちょっとごちゃついてきちゃってるっていうのがあるんだよね。だからさっき言ったあの友達の女の子、あれちょっといなくしちゃってもいいかなとか思ってんだよ。あ、てかさ、そもそもね、今揉めててプロデューサーと。なんで？そんな小さい話じゃ誰も興味持たないよって言うんだよ。そんななんか半径2メートルみたいな細かいこと書いてないと、もっと100人いたら100人に伝わるようなものにしろって言ってきてさ。でもさ、そんなことしたらさ全く別のもんになっちゃうじゃん。別のものって？待ってさ、この感情っていうのはものすごく細かい、伝わるか伝わらないかの複雑なものだと思ってて、100人に伝わるものっていうのはさ単純なものにしろっていうことなわけじゃん。そうだね。世の中には複雑な状態でしか伝わらないものっていうのがあると思うんだよ。それを単純な形に変えた時点で、それはもうもともと表現してたものがもう消えてなくなっちゃってるもん。全然話聞いてないでしょ、さっきから。ちょっと、おい、消えてるよ。聞いてないじゃん。じゃあ言ってみてよ。 3D を作ってるんでしょ？え？あなたはね、飛び出す映像を作ってるんだけど、その人は 3D のメガネを持っていないから飛び出してるようには見えないんだよ。だからずっと分かり合えないと思う。見えてる景色が違うからずっと話は合わないと思うよ。その人が自分は 3D のメガネを持っていないと気づいて飛び出したところを想像する努力をするか、
あなたが 2D でも立体的に見せる工夫をするのか、その人に 3D のメガネを渡すのか。ちょっとやめてよもう。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。で、どれなの？どれでもねえよ。四次元の世界へようこそ。え？なんでそれ？3721円ちょうどお預かりします。ごちそうさまでした。した。ちょちょ黒田君、はい、また忘れてるでしょ。あ、レシートですか。そうだよ、レシートでしょ。捨てちゃいました。なんで捨てるの、いつも。え、レシートいります。いるじゃん。あれ。いや、返して。私の靴あげる。いらないから。なんでレシート捨てちゃうの。いや、わかんない。別にいらないけどさ。いつもみたいに言ってたよね。言ってた。めっちゃ揉めてたね。てか、めちゃくちゃ反抗的な態度だったよ。何かあったのかな。ストレスぶつけてたのかな、店長に。俺にか。俺にぶつけてたのか。俺が悪いみたいになってんじゃねえか。おかしいでしょ。それで好きな人とはうまくいってんの？え？うまくいってたらてめえなんか頼んでねえよ！なんだよ、バカにしてんのか。いや違う違う、それを相談したかったんじゃないの今日。今度さ、写真展やるんだ、久しぶりに。合同のだけど。あ、そうなんだ。うん、見に来てよ。もう、行く行く。あ、ちょっと、おい大事にやってないよ。ちょ、踏んでんじゃねえかよ、おい。あれ、あとはよ。あれおえ、なんでどうした。いや、ちょっと、飲んでて。おお、あ、どうも。あ、どうも。あ、友達。あ、あの、和田す。あ、ハドウとあの大学の時の同期で。あ、こいつ怖い。どうも、どうも。いや、なんや、あの、近くにおったんだったら誘えばよかったの。あ、そうだね。いや、あの、家で飲んでて。そうなんだ。うん。二人で。いやいやいや、坂本も。いや、もうあいつ吐きまくるよ。坂本が？マジで？ほんと最悪。いやもう、もうあのさ、俺携帯の上にも吐かれて。いやもう最悪や。ちょっと匂い残ってるもん。さすがに。はは、ちょっと残ってるやろ。あ、てかさ、あの、来る？今から行かねえじゃん。いや、じゃあ、じゃあ、明日俺休みや。知らねえし。なんでやねん。じゃあ、行くね。え？あっちでタクシー拾う。お、うん。ほな、また。また。ちょっとちょっとちょっと。何なのこれ。もうやったの。え、どうやって知り合いですか。いやいやいや、聞いてるぞ、お前。それはちょっと詳しく聞かせてもらわなあかんな。
すみません、コーヒーおかわり。かしこまりました。いらっしゃいませ。すみません、これとこれ。ニューヨークチーズケーキを一つと果実のムースを一つでよろしいですか。はい、はい、やっぱ果実のムースやめて、これガトーショコラお一つで。はい、プレゼントですか。いや、はい、はい。すみません、佐伯美穂山口さんとの合同写真展で。ちょっとすみません。かくん、おお、すごいね、ここ。何が。いや、なんか高くないのこれ、展示するの。安いんだよ、意外と。じゃあ、こっち。課長に見られるの緊張する。今日はカトゥーンなんだ。気分。緊張した時の呼び名なの。もっと緊張したら別のになるから。何。え、アポロ。何アポロ。加藤じゃん。カトゥーがあって、うん、カトゥーンになって、それがトゥーンに進化して、さらにそこからムーンになって、でアポロ。原型ないじゃん。私たちももともとは水の中の微生物だよ。進化して原型なくなってんじゃん。進化なのこれ。あ、さとみ、紹介するね。ああ、どうも山口です。加藤です。ミホにはよく聞いてます。ああ、どどうも。悪口ですか。いや、そうじゃなくて、あれあ、そうですね、たまに悪口も。え、嘘です、嘘です。ああすごく感覚の合う人だって。そうなんですか。うん、じゃあ今人いないからこっち、うん、別についてこなくていいよ。別いいじゃん。
一人で見るよ。なんだ、解説させろよ。これ誰？おばあちゃん。見たらわかんなら。いや、だから誰のおばあちゃん？近所のおばあちゃん。仲いいの？仲良しだよ。いいじゃん。何が？なんかお年寄り大事にして。そういうんじゃないし、友達だし。嘘つけ。嘘じゃないし。おばあちゃんと友達とかちょっと無理があるでしょ。年の差感じないし。それはやばいだろ。やばくないし。やめろ、そのなんとかしゅうの。やめないし。これは？すもも。すももはわかるよ。なんですもも？え？なんですもも？かわいいじゃん。いや、バカかよ。え？いや、かわいいかわいいってさ、子供じゃねえんだからさ。かわいいじゃん、だって。え？いや、ごめん。子供じゃねえんだからってそういう意味じゃなくて、なんかそのいつもさ、来たよ。ありがとう。友達ついてきた。はじめまして。はじめまして。会社の後輩です。先輩です。ゆっくり見てってください。めっちゃ素敵ですね。この子も保険とかやるんだよ。写真は。そうなんです。来週やるんですけど。すごいね。あ、すいません。これいいっすね。あ、ありがとうございます。これあれっすよね、あの亀戸っすよね。めっちゃ知ってますわ、ここ。ああ、これあれっすよね、あの駅前のあのあそこっすよ。あの出てけへんけど、あの亀戸っていうことはわかります。ああ、原宿です。原宿、ここ。え？ああ、そうっすよね。はい。はい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 。この街並みあれっすよね。知り合い？待って違う。あ、誰？行った。行った。もう行った。いや違う違う、そういうことじゃないから。マジでまだ行ってる。何？いや、どっち？まだ行ってる。いや、微妙。見るよ。いや、見ない。本当に。なんでなんで。いや、マジ動かない方がいい。いや、うわ、なんで入ってきてる。入ってきてんの。ケーキと、あとなんかガトー、なんだっけ、あのガトーショコラですか。ガトーショコラ、そう、はい。え、あの差し入れで。今？あ、すみません。美穂に渡したらいいじゃないですか。あ、
いやでもこれなんか山口さんの分もあるんで、そんなおかしくないと思って。あ、じゃあはい、いいっすか。あざす。来ました。いやいやいや、そんな全然。え？加藤さんってあれでしょ、めんどくさい人でしょ。加藤さんから渡してあげなよ。どこ行ってたの？いや、ちょっとタバコ。全部見てないでしょ。あ、うん、まだ。見てよ。友達は？別のとこ見てる。ああ、ごめん、これ勝手に使っちゃった。あ、別にいいけど。嫌じゃない？いや全然。いや別に。よかった。でももっと他にいい写真あったでしょ。これいいじゃん。なんかもっとかっこいい写真使ってよ。これがいいんだよ。え？私はこれ好き。あのさ、これ…これ今日渡そうと思ってた。ああ、あ、俺もじゃあ戻りなよ、忙しいでしょ。今お客さんいないから。うん、今日はありがとう。いや、すごい良かったよ。本当？本当本当。ありがとう。
じゃあ、うん、またまた。あ、チェンカト。ん？何？振られたよ。こないだ話してた人。ああ。歯車が止まらない距離。え？だいぶ違う。また止まらんか、はい。続きは来週ということで。いやーでも嫌いやわこういう女。え？いやクソめんどくさいな。いやいやいや。めんどくさいって何の？いやだって夜中に呼び出されて行ったらショベルカー乗ってるって何なの？やめてください。な。しかもえあのタイミングで一人靴履く？いやそれは可愛いじゃん。俺結構好きだったよ。ほら。天然でこれ。いやそうそうそう。そういうことじゃないから。いや別に天然ってそういう部分もあるけどそれだけじゃないんで。ああ。いやないわ。俺はない。いやそれはさ和田が好きじゃないだけでしょ。そういうのはさ好みじゃん。そんなの好きなやつおる。いやいるんですよ一定数確実にああいうのが。マジで。俺はね結構好きだ。言ったわ。言ってからだからあのねもうぶっちゃけていい。いやクソビッチやん。いやちょっと。じゃまださそう言っちゃダメだ。え？そう言っちゃダメ。いやそうなんだって。いやもう俺も思ったけど。いやてかいや言うと思ったわマジで。さっきどうだったのぶっちゃけ。いや面白かったですよ。いやまあおもろいやけど、うん、いやあれはさ女からも嫌われるタイプやろ。ひどいんですか。いやだからまああれがやりまんじゃないかって、まあ、今理論になってる。お前そんな話してるんだって。でまあ T 持たせるだけ持たせてたって感じやもんな。いや別に気を持たせてるっていうわけじゃない。いやいやいや持たせてたやんな。もうめちゃくちゃ振り回してたし。それは間違いないな。やりまんの仕事。本人はそういうつもりじゃないんだ。あでもやりまんはみんなそうやって言う。いやいやさ普段。いやあのねこいつビッチやろなみたいな瞬間ない。なあ携帯バキバキみたいな。なんで携帯がバキバキなんだよ。そうなんですか。ちょっとさっ
さっきお前携帯見せてみ。やだ。いや、やだって。いや、見せる見せる。ほら、え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 、あった。ちょ、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 ちそれは申し訳ない。申し訳ないな。はい。いや、ちょっと、ごめんごめん。違う。まあ、でもさ、いるよね、ああいう子ね。え、何？だからさ、小悪魔的な。小悪魔な。小悪魔、いるよな。いや、小悪魔ってわけじゃないし。小悪魔ではない。いや、違う。あの子は誰にでもああいう振る舞い方をするってわけじゃないからさ。うん、その、ね、主人公との間にだけ生じる、そういう関係性みたいなものがあって、うん、その二人の間でしかしない振る舞いっていうのがあるんだよ。だから小悪魔みたいに言っちゃうとさ、なんか誰にでもみたいになっちゃうじゃん。あ、そうだよね。あら、そういうとこまでちゃんと見てよ。俺ちゃん読解力なかったわ。遠野さんは読解力がない。なんだお前は。あ、ちょ、俺も一本ください。ああ、でもさ、それってなんか舐められてへん。え？いや、こう男として見られてへんっていうかさ。どういうこと？いや、こういつも都合のいい時だけ呼び出されて。いや、うん、それはさ、え、俺舐められてるってどういうこと？いや、だからもう二人で観覧車とかになったら、もうそりゃいける思うやん普通。それは和田だからでしょうね。ああ、人によるよ。いや、うっそ、え、どう思う？いや、この主人公はそうは思わないの。いや、あの主人公のしょうもない。もうだってもう自分からさ一回も誘わんと待ってるだけ。いや、もう好きなやったら考えてやんな。いや、そんなことしないの、この主人公はね。あ、そうなんや。そうそうそう、だからさ、そういう恋愛でしか男女関係を規定できないっていうのは俺は貧しいと思うけど。何やねん規定って。いや、人間関係ってもっと豊かだと思うから。いや、そんな固い話しちゃうねん。ホテル行こう、これでね。いや、もうそういう下心見えたら終わりなんだって。この関係はね、終わらせんようにするね。俺がその立場だったらなんか幻滅する。なんかもういいかなと、この女俺に下心あんのかなと思ったら。俺らさ、コンビニ行くけどさ、なんかいる？あ、まあ、なんかカップラーメン。え、なんでもいいの？あ、任すわ。はい。あ、行きます。え？いや、トイレ。なんか飲む？あね、ビール？あ、でもお茶で。お茶？うん。もう飲まねえんだ。よいしょ。ありがとうございます。はい。え、なんか下心とか見えたら冷めるんですか？え？いや、さっき、あ、ドラマの話ね。いや、加藤さんの話。え？俺だったら冷めるって。ああ、ああ、冷めるんですか？いや、まあ、俺だったらね。なんて。
それって逃げてるだけじゃないですか。ん？ん？だって踏み込んで関係が壊れちゃうのが怖いってことでしょ？いや、ドラマの話ですけど。まあ、怖いっていうか違うんですか？いや、違う。どう違うんですか？その恋愛関係みたいな、そういう なんていうの単純なものじゃない、別の関係性っていうのを肯定したいっていうか。だってその人ともっと親しくなりたいと思うじゃないですか。思うんだよ。だからだから好意を伝えることが何が悪いんですか？いや、ダメダメだって言ってないよ。そこまで思ってて相手に意思を伝えられないのは弱いだけだと思うってちょっと思った。そうだよ、これは弱さなんだよ。それは分かってて。そんなの肯定するべきじゃないでしょ。このヒロイン、あの子がモデルですよね。ん？いや、お父さん、ただのいい人じゃないですか。ああ、タバコに忘れた。もしもし。うん。あのね、タバコ買ってきて二つ。うん。うん。はい。はい。はい。何の話だっけ？もしもし。俺さ、好きな人できた？え？できてないよ。
きな人できたの？うん。おお、よかったじゃん。本当？こないだね。付き合うことになった。どんな人？年はカッツンと一緒で会社員してる人で、どんな人って難しいね。あの、ちゃんとした人だ。でも面白い人だよ。楽しいし。いや、会ってみたい。本当？実はまさかも会いたいって言ってて。本当に？あ、まさかって彼氏の名前なんだけど。離れ離れになるね。でもやめられない、誰も止められないでしょう。友達じゃ我慢できない、あなたの恋人になりたい。私の楽しい思い出全部燃やすから、あなたの恋人になりたい。友達じゃ着いたみたい。おう。あ、もしもし。あ、着いた？うん。どこ？入り口？あ、階段とこ？うん。オッケー。はい。あっち、あっち。はい。あれは行き方タイプね。移動型じゃなくて行けるの？ニホ、あ、まさくん、待った？うん、全然大丈夫。大丈夫。どうも、木戸です。あ、加藤です。美穂がお世話になってます。あ、いえいえ、全然そんな。すみません、忙しいですよね。いや、まあ、そんなことないですよ。脚本家さんなんですよね。はい、一応。すごいですね。いえいえ。木戸さんは何の会社ですか？石油です。石油？すごいっすね。どういう仕事ですか？石油の輸入から精製で販売までやる。輸入とかするんですか？しますよ。どういう国に行くんですか？アラブの方ですね。あの、いろいろ。アラブ？え、精製っていうのは？なんか取材みたいですね。すみません、すみません。全然ネタにしちゃってください。あ、本当ですか？ありがとうございます。最近はなんていうドラマ書いたんですか？ああの、なんか君は僕を好きにならないっていうタイトルだよね。ああ、うん、へえ。どんなやつですか？恋愛ものだよね。まあ、へえ、見たい。え、どうやったら見れます？あ、なんか今放送中で、火曜だ。あ、マジっすか？
見ますカッツンね、恋愛もの書くの得意なんだよ。へえー、いいっすね。木戸さんって何歳ですか？え、いや、あ、何歳ですか？28です。28ですか？そうですよ、一緒っす。あ、マジっすか？はい、俺も。え、言ったよね。そうだっけ？え、言ったじゃん。いや、言った言った。え、何月ですか？9月っす。じゃあ同じ学年っすよ。俺8月っす。おー俺のが先輩っすけど、1ヶ月分そうじゃん。え、どこ住んでるんですか？あ、今高円寺ですけど、引っ越します。そうなんですか。どこ引っ越すんですか？初台。あー、いいですね。いつ引っ越すんですか？めっちゃ引っ越すじゃん来週の日曜。あ、日曜。すぐだ。あ、てかさ、土曜夕方くらいに行ってほしい。仕事？うん、シフト変わってって言われてて、急いでも16時くらい。あ、じゃあいいよ、そんな量もないし。ねえ、でも私も一応荷物把握しときたいし。書いとくよ、段ボールに。間違えない？段ボールに？大丈夫だよ。え、絶対窓とかごちゃごちゃに入れるでしょ。入れねえよ。本当に？部屋とか片付けらんないのに。いやいや、俺片付けるとき片付けるから俺。え、いつも汚いじゃん。汚いの。え、だって汚いときに来るからじゃん。じゃあ綺麗なときに呼んでよね。いや、うまっ。これうまくないっすか？うまいっす、うまいっす。すごい。家っぽいっすね。いや、いい意味で。カッツンの家はさ、カレーなんで食べるんだよね。うん、そう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 。やっぱなんだよね。え、マジっすか？いや、どこの家庭が冷蔵庫に何貯蔵してんすか？わかんないわかんない。答えといてよ、ちょっと。いや、ツッコミツッコミ。だって、そう言われたら、そうなのかなってちょっと思っちゃいました。なじみすぎますって。いや、なじめなのはいいことだけどさ。いや、すいません、なんか。いや、ナンは食べないですよ。あ、いや、それなんすか？あ、これ、これ、あの、漫画で貸してたの、今日返してもらって。ああ、あの、カバン持ってなかったからコンビニで。そうなんすか。え？すいません、今日。なんですか？いや、なんか付き合ってもらっちゃってて。いやいや、全然。あの、僕が最初に会いたいって言ったんで。あいつちょっと変わってるとこあるから、なんかいつも迷惑かけてんじゃないですか？いやいや、そんなことないです。でも安心しました。いや、加藤さんいい人で。いい人？いや、ちょっと正直不安に思ってたんですよ。しょっちゅう会ってる男がいるって聞いて。そうっすね、すみません。いやいや、あの、そう、全然謝るとかじゃなくて、すごいいい人だって分かったんで安心しました。あいつをよろしくお願いします。いや、あの、いや、なんか兄みたいな目線になっちゃって。そう。いや、そっか。もう木戸さんで本当良かったです。でも本当に
幸せになるといいな二人とも。おざますだっていい人だもん。すごいお似合いっすよ。もうなんか絵になる。なんかねずっと見ててこう絵になるんすよ。おいいい男捕まえたな。超いい人じゃん。大丈夫仕事？うん友達。冷めちゃう。うん。あそうだ後でさボート乗ろうよ。ボートっすか。乗りません。いや寒くないですか。あでも乗りたい。ほら足なあなあ。なかなか乗らないでしょ。ねボートか。乗らないね。乗る？いやめったに乗らない。でもなんか乗ってそう。なぜこうなってしまったのだろう。どこかの誰かは君と恋愛していて、なぜ僕は君と友達なのだろう。僕が見たことのない君の顔を誰かが見ている。エルボーとかキックとかじゃなくて君に触れてみたい。お互いが好き同士という絶対的な安心感の中で眠ってみたい。眠れない夜に一人で散歩して君の虚像を探している途中、今この瞬間、君の実像と一緒にいる人間がいるかもしれないと考えてしまった時の取り返しのつかない孤独がわかるか。君は光の中で笑顔でいて、僕はそれを見ている。君は永遠に僕のことを好きにならない。僕が好きな人は永遠に僕のことを好きにならない。まだやってる。面白い人でしょ。そうだね。かっちゃん、そろそろ戻ってきなよ。あのさ、ん？加藤さんってさ、ミオのこと好きなんじゃない？え？じゃあ。加藤さん。ないよ。え、なんで？いや、なんとなく見てたら。今までそういう素振り一度もなかった？ないよ。今日とかも思わなかった？え、どういうところでそう思ったの？どういうところ？まあ、全部。カッツンと私は全然そういうのじゃないよ。それは分かってるよ。そんなこと一度も言われたことないし。そりゃ言わないよ加藤さんからは。え、なんで？いやまあ何も感じてないなら
か。じゃあ、加藤さんまた。また。仕事頑張ってね。うん。どうする？え？お茶する？うん。いいよ。いや、え、なんで？ううん、別に。別に嫌じゃないよ。そっか。なんでそんなこと聞くの？ごめん。じゃあ、どっか入ろっか。お疲れ様です。え？もう終わりですか？あ、はい。あの、さっきの子、お母さん見つかりました。ああ、よかったですね。よくここいますよね。あ、はい。お疲れ様です。応援してます。あ、ありがとうございます。あの、そちらもよくここいはりますよね。あ、はい、そうですね、よく来ます。いつも一人であそこに座ってはりますよね。なんか考え事をしてはるんですか？まあ、まあ、いろいろっす。ねえ、もう行こうよ。あ、妻です。ああ、行こう。うん、それじゃあ。何考え事って。え、いや別に何でもいいじゃん。顔キモいよ。ねえ、気持ち悪いよね、お父さん。花が咲いて星も出てるけど。
塊このギターで色塗れるかな気つく抱き合って離れ離れになるでもやめられない誰も止められないでしょう友達じゃ我慢できないあなたの恋人になりたい私の楽しい思い出全部あげるからあなたの恋人